どうもテッシーと申します。知っている人は知っている、知らない人は覚えてね。ということでナイトガンダム物語をプレイしてまいります。ファミコンですね。私がね実況プレイしたものだとナイトガンダム物語3があります。それの初代の作品となります。これ RPG、まあ、ロールプレイングということだと聞いておりますので、まあ、今回ねやっていこうかなと。いつも通り普通にプレイして普通にクリアするというものになるでしょう。はい、ちなみにねガンダムはねあんまり知りません。もうにわか中のにわかです。ただやっぱり有名な名前とかね単語は知ってるんで、単品の単語としてね意味は知らない。知っている単語が出てきたらちょっと反応するかもしれない。まあそういったところもね見つつ、あくまでゲームメインロールプレイングとしてやっていきますので、そこのところはご容赦いただければと思います。まあやっていきましょう。これニューゲームですね。はい、弱くてニューゲーム、こういうしょうもないのちょいちょい挟んでいきますよ。はい、メッセージスピード、まあ早い、普通早いかな。あなたの名前を教えてください。あーでオープニングですね。さっきのオープニングでフラウが出てて、あれフラウ坊さんっていう人ですよね多分。うん、単語は知ってるんでね、うん、まあいつかね勉強しようかと思ってるんですけど、なかなかねなかなかなんですよ。はい、名前テッシーでいきますかい、いきますかいとカタカナあるのすごいね。これが多分90年の作品らしいんで、90年ってカタカナどうでしたかね。あれこれ名前ってでもテッシー、まあいいや、男、これテッシーが中に出てくるってことなんかな。まあいいや、はい、テッシー君ね、最後まで頑張って、早いなメッセージ結構。はい、勝手に動いてる。お、探したぞナイト、ナイトガンダム大変なことになった、説明は後だ、とにかく来てくれと。はい、まあフラウの姫っていうねがさらわれたと、オープニングで、大変なことになったと、説明は後だとにかく来てくれと。ウィスト、あそこの町じゃねえんだ、下の城かい。なんか曲が FF2 な感じの感じですね。ジムスナイパー、では私は一足先にジムのスナイパーレビル、あこれレビルの王様、レビルのおっさんだと。おお、待っていたぞレビルを、一体どうしたというのです。実はフラウ姫が、あそういえばフラウ姫の姿が見えませんが、まさかジオンのやつらに。そうなのだ、姫を返してほしければ逆らうのをやめろと。くそ、ジオンめ。で、何か手がかりは。確かサタンガンダムとか言っておった、おそらくジオン族のボスの名前であろう、ボスって言っても。わかりました、フラウ姫は必ず救い出してみせます。そしてサタンガンダムを打ち倒し、このラクロアを必ず平和に。ラクロアっていうのがこの大陸のことか。ラクロアンヒーローズっていうなんかゲームありますよね。それの原型なのかね。中ね。はい。だが、一人では危険だ。友を二人つけよう。お、最初からパーティー編成できる感じ？来た。キャノン。俺はガンキャノン。ファイターだ。で、後ろにいるのが僧侶のガンタンク。よろしくな。頼んだぞ、ナイトガンダム。トゥトゥトゥ。仲間になった時の曲。ほー、ほー、あ、歩ける歩ける。まあ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 、RPG。RPG ですね。はい、言ってた感じですよ。レベル1。HP13。うわー、ファミコンっぽい数字です。
ファミコンっぽい数字ですね。結構キワキワの戦い。最初強さ、状態能力、並び方だと。でガンキャノン、ガンキャノン、タンク、ガンタンクって言ってたけどさ、まあいいや、ちょっと見てみよう。状態、あ、全員の HP と MP が見れると。ガンダム、まあこれおそらく主人公で、主人公は魔法使えるタイプですね。キャノンがバキバキの戦士ですね、おそらく。でタンクが僧侶って言ってましたね。ガンタンクでしたっけ。あー、ガンタンクね。ガンの要素もタンクの要素もない僧侶だと。能力、お、あ、かっこかわいいみたいな、これちゃんと出てくるんだね。経験0、18、なるほど、18ポイント必要だと。ゴールドは0。目標ってなんだろう。目標っていうのがある。違う、能力、すいません、ちょっと一つ一つ見ていきます。あー、ファイター、ファイターつってたな、そういえば。ガンキャノン、経験7、少なくていいと。勇者がレベル上がるのがきついのはドラクエ3的な感じでしょうか。タンク、そうよ、ガンタンク、3にもいましたよね。まあこっちが先ですけど、ガンタンク R で出てきましたよ。並び方はまあまあ、キャノン最初の方がいいんじゃない。で行って、まあとは装備ですよね。装備何も持たない。いや、持ってねえわけねえだろ。持ってねえわけねえんだよ。姫がさらわれた時にさ、それを助けに行く精鋭でしょ。言うなれば持ってないわけがない。まだ覚えてないよ。一生覚える。おお、キャノンは一生覚えないと思います。ミディ、これがおそらく回復、ドラクエでいうとホイミかな。タンク、あー、回復は使えると。あ、でもそしたら序盤結構まだいける、いける。2人だ、2人いるし、ちゃんと。固有のアイテムは特に何もないと。調べるは調べるか。情報を聞いてみましょうか。ちょい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 。おい、なんだこれ。おい、早い動きが。少ないが、これを持っていけ。おお。え、めっちゃもらった500だって。やば。危険な旅ですが、ジオン族を倒そうとする者が他にも必ずいるはずです。力を合わせて頑張るのです。おい、頑張るぜ。500ゴールドもらったから、私も姫を助けに今すぐ城を飛び出したい気分だ。しかし私にはこの城を守る大切な仕事が。はいはい、お約束ね、お約束。行きたくないみたいな。まあまあ、こうやってちょいちょい全員のセリフは一応聞いていくと。おい、まだ見つからんのかって。今出たばっかだし、夜もどこに眠れんのだ。苦しいだろうが頑張ってくれと。ああ、一応応援はしてくれる。お城結構広いですね。しっかり作り込まれてる。これ不思議な力が宿ると言われる石板がどこかにあるらしいぞ。石板、結構いろんな要素を、いろんな要素を持ってきてるな。石板ってドラクエでありましたけど。警備は私たちに任せろと。どこ守ってんの？そこに何がある？ちょ、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何これ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 、スルーできる。え、そんなことある？ここはいけない。壁だから。ここいける。何これ。
階段とかないよね。どういうこと？こっちは行ける。どういうこと？ここになんかある。まあいいや。姫様がいなくなっても、あ、いなくなって、ハロもすっかりしょげてしまって、誰も懐こうとしないんです。ハロ？姫様の可愛がってる犬の名前ですわ。ああ、ああ、ああ。ワンちゃん。うわぁ、懐こうとしないと。それ大変だなぁ。今、街ではカード出すがすごく流行っているんですって。最初、初代からカード出すがあると。ここも入れないんじゃないの？ほら。で、いけるんでしょ？やば。いろんな意味でやば。オブジェ。で、ここ上に階段があって、あれももしかしてオブジェかもしれんな、これ。オッケー。え、これ今こいつ、あ、まあいいか。こいつは、そうだな、いけるよな。一刻も早く、フラウ姫を。助けなくても。まあまあまあ、こうして、ここ階段、え、これいけないだろ、これいけるんかい。あ、下、あ、そっか、下にもあるんか、これ無理は禁物です。慌てずに慎重にと言っても無理か。いやいや、慌てず慎重に行くタイプでございます。お、ここ格闘家、格闘家みたいな感じ。でも噂によると、この世界にガンダム三種の神器という3つのアイテムが眠っているらしい。ある。あ、オープニングに出てたメモ。それを手にした者は全世界を手に入れることもできるらしい。ある。早くそのガンダム神器を探して世界に平和を取り戻す。あるよ。その神器、神器ってよくさ言うじゃない。これを集めれば大丈夫だみたいな。最初から保管しとけよって思うんですよね。なんでしっかり保管しておかないんだろう、トランクルームに。お、いいこと教えてやるよ。城の3階に犬がいたろ、手名付けておくと後々助かるぞ。何か姫の持ち物でもあれば懐く。じゃが、じゃが、あー、上あるね、あるね、これ。今行けないタイプ。城の北に銭湯という町があります。まずそこへ。町なのに銭湯。そうだ、行けなさそう。裏から回る感じかな。セントハイムの村的な。あー、階段の上乗ってるやつもいる。訓練場を作っています。もう少しで完成です。だから作っとけよ。今までないからやばい、やばい、こうなっちゃってんでしょっていうね。何し、今から訓練、ナイトガンダム当てになるのか。俺当てなんかしてないぜと。ほら、もう訓練場今から作ってんじゃねえよタイプだよ、この人も。あ、こっち行けるね。おお、ほうほうほう、だいぶいけるね、これ。だいぶいけるよ、これ。おじいさん、会えたぜ。行けたわ。胸騒ぎがするのじゃ。ジオン族の、いや、サタンガンダムの後ろに何かもっと恐ろしい何かがいるような気がして。わしの思い過ごしならいいんじゃが。まあ、完全にいますね。完全にいますね、それ。あ、でも、もう、一個のとこ。これ穴？いや、穴じゃない。行けない。あ、違うわ。あ、ここか。ここなんかあるのか。あ、で、まあいいや。ちょ、待て。ん？
これ穴じゃないんだよね、これ。なんだろう、これ。あ、お、いけない。あー、これなんか調べるとかでいいの？何もない。いや、まあそれは正しいんだけどね。ここで調べたら草って。草があるってことはあるから。あ、まあこんな感じでしょうかね。で、お金500円もらったので、まあ最初出てきた村に行くと、行きましょう。優しい曲。なんかどっかで聞いたような聞かないような、銭湯の街へようこそと書いてある。なんかこれ曲いいっす。ファミコンジャンプ2みたいな感じ。なんかオープニングはドラゴンボールの教習サイヤ人的なあれと似てましたけれども、お金をうまくやりくりするためにこの小遣い帳、小遣い帳、小遣い帳、図が巣の点々から巣の点々になったんだけど、使うってない。目標設定する、あ、そういうことね。なんかお金鳴らしてくれんのかな。ちょっと待って、あれ、能力で確か目標、まあいいわ、小遣い帳、まあ、いらないっすけどね、それだけの能力だったら。冒険には危険がつきものだ。もしもの時に備えて保険に入ることを勧める。どの町にも保険屋はいるぞ。保険制度があると。名声が下がらないとかそういうあれでしたけれども、こういうとこになんかあんのかな。これ違うか、宝箱系じゃないのか。店これ店って書いてある。これは店じゃないんかって。武器屋と防具屋だけど、お店にある白い機械はカードラス20って言うんだ。1回20ゴールドでいろんなカードが手に入るんだぜ。そうだ、このアルバムをあげるよ。これがあればカードを1つにつき3枚まで。3枚、え、カードラス3枚しか保管できない。集まってる。まあちょっとまあ見ていこうか、防具屋。あー、これちょ待って、あ、調べるじゃない、話すんだ、やる。ちょっと待ってください、皆さん。ちょっと待ってください。ちょ、まあ、とりあえず、おい、こっち来いや、おい。来た。え、これ来てくれるタイプ？え、すげえ、来てくれるタイプ。斬新。革の服、鉄の類、木の盾、革の帽子だと。キャノン1ってなんだ、あれ。あ？星が装備できないってやつかな、もしかして。鉄の鎧、そうだよな、革の服全員装備できて、鉄の鎧は僧侶は装備できない、タンクはダメだと。まあ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 、とりあえず全商品見させてくださいよ。そこからです、お話はそこから。あ、これお店には全部置いてある感じなのかな。武器屋の店だよ。杖、はい、探検、ドーナツ、レギ、鉄の斧だと。キャノン、ぶっこんでくね、攻撃力。まあ、銅の剣買ってかな、とりあえずは。確かに30貯めて鉄の斧で一撃必殺。それもね、魅力的ではあるんだけどね。店って、せこいよね。店って書いときゃ来るだろうと。まあ、道具屋だよね。結局ね。
髪って何これ。髪どこでもセーブできるとかそういうことかな。あ、こいつ話聞いたっけ。なんかちょっと音楽に聞いておられてたけど、あー銭湯、うーわそこの看板いらねえんだよその一言。銭湯の街だよ。いやーこれ話しかけるのむずいなこれ。え、めっちゃむずいんだけど、何これ何。え、ちょ、え、ジム・ヘンソン、あージム・ヘンソン、なんか聞いたことある。家を建てたの、とっても素敵なお家なのよ。おお、家変わったんすね。お宿だと。おお。もしもの時、あなたならどうする？そうならないために生命保険。今なら安くしとくわよ。いやー大丈夫っす。なんて言われた？なんて言われた？ちょっと CM 入ってるよね。あなたならどうする？そうならないためにみたいな。あなたって強気ね。おお、強気。いや強気ではないけどね。クソジオンのやつだめと。まあこういうモブもちゃんといると。お願い、きっとお姫様を助けてあげて。そうだ、お姫様にもらったペンダントがあるの。これを持って行って。おお、うわ。お姫様を助けてね。え、こんな宿屋にもちゃんとしたイベントアイテムみたいのある。この子も随分と可愛がっていただいたのに心配だな。そりゃ心配だわ。え、これちゃんと話聞いていいって覚えてないとやばい感じだなこれ。安い4ゴールド。いや今大丈夫ですと。あ、記録取れると。ナイスナイス。宿屋タイプね。オッケーオッケー。お、なにこれ、なにこれ。なんか、何やってんの？あ、くっついた、くっついた。僕のお家だぞ。あ、ジム・ヘンソンさんのお子さんかな？どうした？ビビった、ビビった。ペットかな？あ、ジム・ヘンソンさん。我が家にようこそ。なかなかのものでしょう。どうです？おー、今晩泊まってくわーと。冷蔵庫もない。台所もない。クローゼットもない。家だけ。まあ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 。そういうリアルは置いとけと。ゲームやってんだから。下手くそ。あ、いや、すまん。この矢印に行ったのだ。下手くそっていうのもなんかガンダムであるんかね。あのガチャポン戦士でさ。ガチャポン戦士2、あれでミサイル外すと下手くそって言われるよね。特殊な鉄を持ってこい。すごい武器を作ってやると。あー、特殊な鉄、武器作ってくれると。あ、そういうのもあると。ここは一本すぎる。俺は今の仕事に疑問を感じている。このまま一生置いていいのだろうか。大丈夫大丈夫、ひと事だと思って。だいたいこの手のやつはね、話聞いてもらいたいだけが8割タイプ、そう8割型そうなんだよね。だから時間の無駄って思っちゃうんすけど、時々マジのやつがいるから困ると。この国はおしまいだわ。まだお若いのに。まあそんだけフラウ姫がさらわれたことがでかいと。夫が家を建てましたので、その手続きに来てますの。はいはい。あ、奥さんですか。役所か、ここは。じゃあ寝てんじゃねえよ。税金が。結婚の届けなら右です。どっち、お前から見て右なのか。うわー、なんか左右振ってる。離婚の届けなら左です。なにこの人。私この仕事向いてないみたい。大丈夫？この町仕事に悩んでる人多くない？大丈夫か？フラウ姫は今頃。いやでもね、案外ね楽しんでるかも分かんないよね。丁重にもてなされてることもあるから。あ、ちょえ、これえ斬新だなこれ。
こう同じ建物ですよね今の。こう左から入って右に出ても左に出てくる、右から入っても左、右から入っても左に出てきて、これ多分左に出ると右から出るんですよね。だから厳密に言う、あれ？ちょ待って。厳密に言うと、同じ、え？違う建物？これ左に出てくるよね。あれ？そうだよね。おぉ、入ったところに出てくる。一つの街回るだけで一本の動画終わりますね、これ。占い屋みたいな感じ。男の子ってどうしてこんなことに熱くなれるのかしら。わかる。わかる。熱くなっちゃうんすよ。ごめんな、熱くなっちゃうんだよね。くっそ、またゴブリン桜。もう10枚目ぐらいかな。10枚目ぐらいかな。おかしいんじゃないのか、わかる。めっちゃわかる。掘り出し物の店じゃ。ああ、まだ何も売り出しちょらんと。いやー、いやでもちゃんと捉えてるところ捉えてるね。素晴らしいね。当然知っているだろうが、武器はちゃんと装備する。ありがとうございます。武器装備してするんだぜ、ビト。最初の街の素晴らしい。じゃあまあ武器装備とりあえずちょっと素でいって、敵がどんぐらいなのかっていうのを確かめてみましょうか。それで鉄の斧、あれ、キャノンがいないぞ。私が探してきましょう。え、ちょ待って、おい、一人ぼっち、やめとくれ、やめとくれ。これ大丈夫か、これ いきなし怖くなった。素で戦いましょうつっといて、ちょっとめっちゃ怖いんだけど。敵で、うわ、出たジオン族。ゴブリンザクか、こいつか、こいつのカードばっか出てたと。3、あ、シビアだね。お、身をかわした。おお、かわすね。あ、いけますね。あー、いけるナイス。2と1。いやー、ドラクエ1、これ。海はドラクエ3な感じ。ちょ待ってよ、これ。うわー、3体か。ワームアッグガイ。うわ、1買って。だから3のダメージ受けるから。うわー、かわすなこれ。でも動きは先に。いや、すげえかわされんだけど。え、何この泥試合。やばい。これやばいって。先に動けんのよね。先に動けるから大丈夫。すげえかわされんだけど。これ俺、ま、あの、マジで回復魔法だと信じてるよ。よし。オッケー。あー、MP3 使うと。これでちょっと楽になって。ワームアッグガイ倒せっかな、これ。1しか与えられなかったけど。やべえ、このクソ泥試合。やべえ。マジ頼む。おお、はい、ということで第1回から見せ場を作ることができました。次回からもぜひよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼します。